皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。今日は東京豊洲の人気店ロースターにお邪魔しております。焼きたてで作るサンドイッチ、それから自家焙煎の美味しいコーヒー、新鮮な状態でなんと100円で売ると、ちょっとね信じられないような取り組みをしているお店なんですが、私このコーヒーの開発に、スタートの段階から携わらせていただきましてですね、今回はこちらのコーヒーがなぜこんな美味しいのか、どういうこだわりがあるのか、そういった点について深く切り込んでいきたいなと思います。こちらのお店の紹介動画はぜひ概要欄の方でチェックいただきたいんですが、別の動画ですでにアップしております。それからですね、この焙煎所の風景についてもですね、別の動画でかなり細かくマニアックにアップしておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。もしチャンネル登録ねお済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録していただいて、お見逃しのないようにしていただくとともに、ぜひともこの動画最後までご覧いただいて、コーヒーの新しい取り組みについてぜひとも皆さんに知っていただきたいと思います。さあそれでは早速ホットコーヒー、アイスコーヒー、それからこだわりのカフェオレ買いに行っていきたいと思います。さあそれではホットコーヒー、アイスコーヒー、カフェオレ、こちらを今日はちょっと並べてレビューしたいと思います。レビューしますといっても私が開発に携わったコーヒーなのでもちろん大丈夫だと思いますけどね、その味の特徴についてお伝えしていきたいと思います。今日はそれぞれのコーヒーを作るための専用のブレンド、このパッケージをねこういう具合でちょっと並べておりますが、こちらザ・ベストブレンド05番ということで、こちらはねシャネルの5番にのっとって5番こそ最高のコーヒーだろうということでつけております。こちらがホットコーヒー専用のブレンド、そしてビタースイートブレンド、これは2番ですね。そして3番がカフェオレブレンド、もうカフェオレのためにどこまでもこだわって作ったブレンドですね。この3種類それぞれをちょっと今いただいてみたいなと思います。さあそれでは召し上がれ。いや今日特にうまいな、いやコーヒーは生もんなんで毎日微妙に味の差っていうのは出るもんなんですけど、ここ最近はもうかなりいい状態で高止まり続いてるなって感じますね。うまい、キリッとしてはっきりしてすっきりしてるんですけど、なんていうんですかね、奥の方に柔らかい質感、アーモンドとかキャラメルとか、まあ、あとはホワイトチョコレートとかね、その柔らかい甘みがしっかりあって、で上の方にスッとしたちょっとこうシトラス系の酸味のニュアンス、いや酸っていうほどでもないんだよな、絶妙ですね。まあ、だからコクがあって苦みがあって甘みがあって酸味があって全てのニュアンスがもう見事に混じり合ってる、まあ、これザ・ベストブレンドって本当に言えますね。いやうまいな。また温度がちょうどいい、この提供温度と温度が下がってきてぬるくなってきた時、それぞれにバランスが崩れないようにってこともね考えてブレンド作ってるんですよね。こちらねパッケージに細かく書いてありますけども、オリジンブラジル、コロンビア、コスタリカ、エチオピア、この4種類の豆をブラジルを中入りと深入りに2種類に焼き分けることによって5種類焼き豆をブレンドして、もう本当に数パーセントのブレンドの配合比率やなんかをね調整することで、もうその時期にあった一番程よい味わいにこう仕立ててるんですけれども、まあ、下の方にベースになるブラジルの深入りがあって、トップにエチオピアの爽やかなコーヒーが乗っていて、まあ、立体感のあるコーヒーですね。で、まあ、あとはブラジルを2段階の焙煎することで奥行きも出していると。だこれは本当に美味しいんですけど、1杯飲み終わるともう1杯飲みたくなると、でもう1杯飲み終わるとなんかもう1杯欲しくなるみたいな、1日に3杯飲みたいコーヒーっていうのをコンセプトに開発された特別なブレンド、こちらね豆でも販売してるんですね。アイスコーヒーいきますよ。これはこの2番のブレンドで作ってます。
効きますね、効きますね。ボディがドーンと重いっていうんですかね、強いっていうんですかね、もうアイスコーヒーに必要なパンチがバーンってこう効いてる。それでいてね、なんていうんですか、乱暴になりすぎない優しさがあるっていうか、品がいいっていうかね、まあ、これのポイントになってるのはインドネシアのマンデリンですよ。もうこれ間違いなく世界最高のマンデリンをここではね使ってます。しかもそれを使ったブレンド100円でご用意してますから、まあ、相当攻めてますよね。そしてブラジルの深入り、ラオスの深入りで、深入りコーヒーをさまざまブレンドすることによってしっかりとした飲み応え、そしてまあどちらかというともう後味は爽やかなぐらいすっきりしてますね。これもこの飲み始めは結構しっかりめなんですけど、このクラッシュアイスがだんだん溶けてきて、アイスコーヒーって終盤ものすごい薄まった感じになること多いと思うんですよね。でこちらそれも計算して氷が溶けてきた時にも薄くならない、味わいが広がる、どちらかというと味との距離が遠くなる、まあ、そういった変化は起こるんですけれども、味が薄くなって物足りないっていう状態にならないように、まあ、計算した配合になっていると。この2番も本当に絶妙ですね。カフェオレ専用ブレンドを使ったカフェオレですね。うん、カフェオレですね。ラテでなくオレ。なんかこんなにミルクとコーヒーが一体になっているとコーヒーがどうのとかいう気持ちにならないね、やっぱり。なんかアッピーもこのカフェオレがうまくて、全然知らない時からこの店通ってたんだもんね。これよくできてるもん。ホットで飲んでた。絶妙ですねこれね。お砂糖を入れなくても美味しいコーヒーっていうのがもう元々ね、いいコーヒーを使ってる、まあ、このお店のテーマなんですけども、まあ、そのためにお砂糖ミルクは別料金ということで販売してるんですが、まあ、ブラックで美味しい、ブラックでコーヒー本来の甘みが楽しめる、まあ、こういったところが、まあ、本当によく出てるなと思いますね。こちらはあの私がフランスの古典的なカフェオレ、まあ、その時に使っていたどちらかというと、まあ、古いヨーロピアンタイプのコーヒー、ヨーロピアンブレンドをベースに、まあ、現代風に作ったブレンドなんですけれども、こちらのパッケージにありますね、ブラジルラオスの深入りにコスタリカの中深フルシティロースト、これを入れてるのがちょっとコツなんですよね。コスタリカって深くいるとちょっとこうカシスとかベリー系の綺麗な酸味が混ざってきたりして、ミルクと混ざった時に非常に品がいい、これが一つのポイントですね。うん、完璧だ。さあ、そしてこういう形でコーヒー豆を販売してるんですね、店頭で。新木場にある工場で自社焙煎、こちらは別の動画で上がってますから、ぜひともチェックしていただきたいところです。飲み頃のコーヒーを販売している、時に新鮮すぎてごめんなさいってことでね、ちょっとこういう形で書いてますが、番号が振ってあるのが特徴的ですね。皆さんここ来たらちょっとこの動画見てる方にだけこっそり教えちゃいますけど、この10番はもう絶対買った方がいいですね。牧場のマンデリン、ここにも書いてありますけど、ビンタンリマっていうね、普通のマンデリンの G1 のさらに上のグレードで出てきたものなんですけど、こちらも本当にたまんない、うまく焼けてる深入りですね。そしてこちらが一番飲みやすいマイルドなコーヒー、コロンビア11番、そして12番がブラジルですね、定番中の定番。そして14番が、コスタリカのちょうど絶妙な深入りですね。フルシーなので深入りの、まあ、入り口ぐらいですけれども、まあ、コスタリカって最近は浅入りにすることが多いんですが、まあ、あえて深くいって独特の風味を出しています。そしてこちらがエチオピアのウォッシュ、これも皆さんロースターに来て豆買う場合は絶対に外さないでもらいたいアイテムですね。もう絶品ですよ本当に。まあ、これはどっちかというとティーみたいなタイプですね。そしてブレンドは3種類いつも用意してあるんですけれども、先ほど紹介したカフェオレブレンド3番、2番がアイスコーヒー専用のビタースイートブレンド、からホットコーヒー用のザ・ベストブレンド、これはご自宅でどういうドリップ方法、どういう抽出方法で入れても、まあ、必ず美味しくバランスが整うと
まあ、そういったテーマで作られてますから、まあ、ギフトなんかにもねこの5番はいいかもしれませんね。で皆さんねこちらもうお気づきかもしれませんけど、ちょっと見ていただくとこういうことなんですよ。考え方が酸味苦味軽いコク、これはまあ一般的なマトリックスだと思うんですけど、この温度によって座標が動きますよと。これねかなり面白い取り組みだと思うんですけど、新木場のザ・ファクトリーでこういったことをかなり細かく研究しておりまして、まあ、いろいろな実験を繰り返しているんですが、何度で抽出するとどういった味の傾向になる か必ずこのコーヒー90度で入れてくれとかじゃないんですよ。お好みの場所になるように好きな温度で入れてください。これもねこういうふうに、じゃあ同じように70、80、90度でも縦に味が移動するんですね。でももう一つちょっと面白いのは、この12番は必ずここで入れてよね。これはね80度、70度で入れて90度よりもいい結果が出るっていうのはちょっと実験ではね見出せなかったんで、もうこのコーヒーは90度おすすめですと。こういった取り組みが店頭で配布しているこういうあのチラシにですね全部書いてあって、これ私が作っている文章ですが、細かく、コーヒーの解説、そしてそれぞれのおすすめの飲み方、これも書いてありますね。カート本当に面白いのが、これ見ていただくともう皆さん分かると思うんですけど、このロースターっていうブランドが本当にお客さんのことを考えて、どうすれば気軽に美味しいコーヒーが飲めるかっていうことを追求している表れですよね。そんなこと言っても温度計ないしっていう方多いので、このぐらいがこの温度ですよっていうことをこのチラシではお伝えしているんですが、鮮度のいいコーヒーに対して適切な抽出をすること、これがやっぱりお客さんにとっての一番の美味しさだろうということで、こういったチラシをですねこの豆と一緒に無料で配布してるんですね。ぜひ皆さんもお店にいらしていただいて、こちらゲットしてもらいたいなと思います。それからこういった豆は今オンラインロースターということで EC サイトでインターネットで購入できるように整ってきておりますから、ぜひとも皆さん概要欄の方からそちらのサイトもチェックしていただきたいと思います。さあちょっと語り尽くせないところですけれども、ロースターの美味しいコーヒーの魅力について今日はお話ししてきました。また別の動画でこの美味しさの秘密にさらに迫るということでですね、世界最高の焙煎機ギーセン、この焙煎のデモンストレーション、そしてギーセンの内部についてもう解剖していくと、かなりマニアックな動画を作ってますから、ぜひともチャンネル登録していただいて、別の関連動画をねご覧いただきたいなと思います。それでは皆さん、ロースターで美味しいコーヒーお楽しみいただければと思います。さあそれでは皆さん、またお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。